こんばんは。 N 版でソフト遊びチャンネルです。ご覧いただきありがとうございます。今回は道の駅あそぼうの里釘野というところに来ています。こちらです。いつも行っている道の駅阿蘇は阿蘇山の北側になりますが、今回はあそぼうの里釘野は阿蘇山の南側になります。福岡からあちこち寄り道をしながら下道を通ってやってきましたので、すっかり遅くなりました。早速晩御飯の準備をしていただきたいと思います。道の駅極紫で極紫牛カレー買ってきました。今夜はこれをいただきたいと思います。いただきます。味噌汁も作りました。サラダもレンコンサラダ、美味しいです。ごちそうさまでした。カレーを食べた後はなんか不思議とコーヒー飲みたくなりますよね。コーヒーを入れて、食後のコーヒーですね。来る途中の道の駅で買った、これは黒糖まんじゅうですね。黒糖まんじゅうをコーヒーと一緒にデザートでいただきたいと思います。とっても美味しかったです。あんこもいっぱい入って、
今温度計を見たら車内は20度ぐらいなんですけど、外の気温は16度ぐらいですね。もうちょっと寒いかなと思ったんですが、夜はそんなに、まあ曇ってるせいもあるんだと思いますけど、そんなに冷えてないです。明日の朝がどうでしょう。晴れたら多分寒くなると思います。ごちそうさまでした。さあ、ちょっと写真の動画の整理をして、歯磨きをして、休みたいと思います。おはようございます。雨は降っていません。曇り空です。ただ風が少しあって、気温は17度ぐらいありますけど、それよりも随分と寒く、まあ、寒いというほどではないですが、暖かさはありません。朝食の準備を始めたいと思います。コーヒーから渡してまいりましょう。いただきます。ごちそうさまでした。道の駅が開店するのを待って、お土産を買って城内を一回りしてきました。雨はまだ今のところ降ってませんけど、午後からは雨の予報です。さあ、これからちょっと高森の方に行って帰りたいと思います。それでは安全運転で参りたいと思います。